切らない木曜日、投げっぱなし、これがラジオフェーブだ。が出るってことですか？あ、じゃあ、あ、でっかい、でっかいじゃん。そんなことないの？え、違うの？パパ変わった。2秒ごと。パパ、はい、まあいいや、なんでも。もっと身のある話をしましょう。はい、はい、コロナが600人、はい、しましょう、突破しましたね。はい、もうやばいですね、東京。あ、でっかい、でっかいじゃん。そんなことないの？あれ？え、違うの？パパ、私、多分私、携帯、音声が出ちゃったんです。すみません、今消しました。はい、消してください。消しました、今。はい。しました。はい、あ、先に言っときます。今日も15分あたりで曲が1曲入ります。はい。ので、それまでは、ちょっと告知的なものやりましょう。はい、なんか、ほんまに、はい、こう、なんちゅうの？あ、わかった、これ。気が散るから、アズーリの方、やめよう。コロナが蔓延しすぎて、はい、来年の大会決まってるところの、はい、チケットも売りにくいよね。そうですね。どうするんですか、2月の。うん。チケット。そうなんですよ。そうなん。やばいですね。やばいですよね。まだ2月までしか売ってない。ね。2月分まだ売ってないですもんね、東京。2月売ってない。東京まだ売ってない。売ってないです。2月1日しか売ってない。で、3月とか大会決めてない。はい、から、決まってないです。この間手帳に手帳に書き込んだら、2月までしか書いてなかったです。でしょ？ 2 月までしか、はい、もう、あと後楽園ぐらいです。あ、すいません。音響、PA ルームの方、
もしいらっしゃいましたら、私と大岡じゃない、もう一個の画面消していただいてもいいですか？ちょっと気が散るんで。なんか酔いそうじゃない？画面が、あ、そうです、そうです、そうです。なんか酔いそうやん。なんかグラグラ揺れるから。うちらのはめっちゃ止まってるけど。はい。さあ、心置きなく喋りましょう。はい。はい。なんか私、久しぶりに。カード。はい。久しぶりに会ったね。久しぶりですか？お久しぶりです。あ、久しぶりです。ぬか、なんとかご飯。ぬかご。なんとかご飯。ぬかご、ぬかごご飯ごちそうさまでした。ぬかごや。むーや。む。ぬかご、ぬかご飯。いただきました。ごちそうさまです。ウーバーみっこです。ありがとうございます。美味しくない？美味しくない？美味しいだろ？え？味しなかったんで、味しなかったんで、ふりかけかけました。マジで？ほんと、おかしいんちゃう？私、あれでもめっちゃ味濃いなと思ったのに。薄いなと思って、薄いなちょっとふりかけかけちゃおうかなって、ふりかけでいっぱいかけちゃいました。ほんまにご飯の作りがいがない。明太子美味しかったです。あれは今の旬のものなんでね。はい、ムカゴ。どうですか？ムカゴ。ムカゴ、ムカゴ。山芋の。はい。じゃがいもの種。あんまり。みんな知らんかった、あんまり。なんかミックスチャンネルやりながらあれを書いててんけど知らんかった。全然初めて食べました。嘘、私も炊き込みパン好きだから結構ああいうの好き。え、はい、あとは、はい、18日のだから告知を。もうないよ告知。いや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 、あのワンデートーナメント決まったからっていうので。あ、そう、ワンデートーナメントのルールはルールはもう全員揃ったんですけど、ちょっと曲の後でね、はい、ゆっくりと発表をしようかなと思います。はい。はい、そうですね。トーナメント出場選手、あ、まあ、12月18日、新宿フェイス大会、19時から、そう、今回金曜日なんですよね。金曜日です。いつも土曜日やってるんです。はい。はい、今回金曜日で仕事帰りに。金曜日の方が会場安いね。はい。ちょっと安い。マジで。ちょっと安い。でもまだそんなに売れてないで。そんな売れてない、売れてない。土曜日ほどまだ来てください。土曜日ほどまだ売れてない。はい。はい、ぜひ皆さん、あの仕事が。まあまあまあ。まあ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 、これからですよ。そのカード次第ですよ。はい、まだカード。し、あの、カード当日ですもんね。あの、他のカードは。あ、違う。トーナメントのカード。そう。で、当日だからバタバタしそうです。じゃあ普段最近うちら4試合しかやってないのに、もうトーナメントだけで 5試合ぐらいあるの ?1、2、3、そうだ、そうだ、4、5やから、5試合あるからもういいんちゃうかなと思ってんけど、さすがに大岡さんと野崎出さなあかんよな。そうですよ。どっちもチャンピオンですからね、一応。そうやな、タッグのチャンピオンとシングルのチャンピオン出えへんとあかんよな。そうですよ。そうやな。そうですよ。はい、じゃあ、ボスも声かける？ボス。ボスも声かけてほしい。もうボスは、その時は、もう、待機は解除されてますもんね。されてる。されてる。なんか、で、あの、はい、練習ができ、してないから、思いっきりこう、人と練習できないから、はい、あの、体力が山って寝れませんって言ってた。で、私が深夜にお風呂入りながらこう動画配信するやん、ミックスチャンネル。そしたら、もものみよって出てきたの、はい。こんな時間に何してんのって言ったら、ボスと、普通、はい、ボスとだけあのミックスチャンネルで会話をするっていう変な日がありました。すいません、独り占めしてっていうか、いや、いいですよ、言うて。かわいい。かわいいっすね、また、相方。とかわいい。ハマちゃん連れてこっかな。ちょっと連れてきますね。あ、ハマちゃん連れてきて。ハマちゃん連れてきて。ハマちゃん、起きて。やだ。ハマちゃん、もう。寝てんじゃん。寝てました、寝てました。ハマちゃんです。ハマちゃん。もう眠そう、顔が。すっごい眠そう。寝てましたもん、今。あ、なんかいい具合のあの、くしゃくしゃになってきたね。あ、そうや、大事なこと忘れてた。この番組を、ご覧の皆さんは、このハッシュタグ、投げっぱを、
つけて、ツイッターとかに質問を、投げてください。後ほど質問コーナーで、お答えします。ハッシュタグ投げっぱです。はい。かわいい。あ、かわいい、ハマちゃん。ハマちゃん。ハマコです。はい、かわいい。はい、かわいいね。最近ハマちゃんにも会ってない。ハマちゃん。かわいい、ハマちゃん。あれ、明日のチャンスには連れて行くんですか？ハマちゃん。連れて行きますね。行きます。じゃあ、ハマちゃんのやつ買っていこう。そんなことどうでもいい、ね。そんなことどうでもいい、ね、うん。はい、それから18日のカード。トーナメント、カードじゃないな。18日っていうか、27日の後楽園なんか何も決まってないで、あんた。あんたのカードしか決まってへんが。本当ですね。あ、決まってる。私と野崎の試合は決まってます。あ、決まってる。それしかないやん。あ、決まってない。野崎の対戦相手が決まってないんだ。決まってない。野崎の対戦相手。これ決まんないで、18日。18日じゃないと決まれへんねん。だからその後のカードも何にも決まれへんねん。まあでも行っても来ないから。だから18日終わらない。そうですね。1週間前ぐらいに。ポスターもできてないです。ポスター作ってない。はい。できてないです。できてないじゃない。もうないです、ポスター。作ってない。なんかもう、ないです。チケットごっそり残ってんだもん。やばいね、これ。やばい、やばい。本当ですか？やばいです。やばいっすよ。年末ですよ、もう。え？気がついたらもう年末ですよ。ね。年末ですよ、気がついたら。そうそうそう。でも、ラジオあと3回ある。もう終わりますよ。うん。なんか、リモートになれたらあかんね。行けへんもん。そうっすね。現場で。そう。だから、リモートは今日までにします、私。17日はちゃんと足運びます。はい。はい。大会の前の日なんですけど、チャンスじゃなくて、私はラジオに行きます。ということです。あ、だからなんです。だからお呼びなんです。そうそう、だからお呼び。どうしようって言ってて、はい、私がチャンスをやって、みんなでラジオやる、行くっていう選択肢もあるやんって言ったら、お呼びに。あ、はい、その手があったと思って。そんなうちの話はどうでもいいです。ね、18日。はい。はい、18日だから。何？だから、カードの発表もできへんねって。しょうがないやん。トーナメント参加選手、は、宮崎ゆき、久世広田さくら、ダッシュ、ちさこ、さっき、門倉凛、笹村あやめ、そう、中森花子がね、大事を取って、この、棄権してしまったので。いや、棄権したの代わりに。で、そう、私は、もうじゃあトーナメントも抜いとくねって言って、抜いたら、堀翔さんが、なんでトーナメント棄権、入ってないのって言って、連絡が来て、え、言うたやんって言って、もうあいつテンパってるから、全然人の LINE 読んでなかった。で、そうです。でも、だからその代わりに。でもあれでしょ、13日の大会はもう復活するんでしょ、 J さん、みんな。なんか、皆さん、抗体検査が陰性だったから、抗原検査ですか、うん。が陰性やったからって言った。はい。まあ、私、いまいちまだ抗体検査と抗原検査の意味が分かってないねんけどな。なんか、PCR 検査抗体は抗体持ってるから。PCR 検査が新橋2900円で できるらしいですよ。あ、もうできてんねん。で、今度、あ、できるらしいんです。じゃあもうできてんねんって。駅前やできる、じゃあ2900円でできるらしいんですけど、予約は全く取れないです。うん、もう一件できてん。1900円でできてん、今度。どこですか？あ、東京、ね。東京駅。東京駅かな？東京駅だったかな、なんかニュースで。うん。できてんけど、でも唾液やねんって。うん、だから、最近唾液って 60% ぐらいしか確率ないから、なんかオリンピックの内村航平とって、体操の。はい。おるやん。あの子が唾液で検査したら、はい、その大会出るために PCR 検査したら、陽性反応が出たから、隔離されてんで。で、隔離された先で、はい、検査した、ちゃんと検査し直したら、陰性やってんで。で、追い出されてんで。っていうことが唾液であるから、あまり信憑性がないんで、
鼻からのやつをやってくださいって、この間保健所の先生に言われた、人に言われたよ。やだ鼻。もう嫌です、鼻は。もう私も嫌。もう PCR 検査やってこない。鼻は嫌。そんな PCR 検査。何も話しない。鼻の話してたら終わってもらった。はい、ですね。まず1曲目です。1曲目はキリさんで、ワントリップワンソングから、Life is Life。
お届けしたのが、はい、ワントリップワンソングキリさんで、ワントリップワンソングから何だったっけ、Life is Like でした。はい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 、はい、なぜか一人増えてるかというと、こんばんは、野崎なぎさです。はい、なぜか増えてます。はい、今日は、はい、何ベルト見せびらかしてきた、冷やかしみたい。違いますよ。違いますよ。チャンピオンとしてやらなきゃいけないお仕事をやってまいりました。さすが、人がいい。おでこ広い。おでこ広いね。おでこ広いね。ギリガリなんで。それは何、交代してるわけじゃないんでしょ。いや、でも分かんないですね。コンロとかしてるので、編み込みしてるので、もしかしたら若干来てるかもしれないですね。え、お父さんって交代してたっけ？お父さん、どうでしょうね。こっちの方ですね。交代じゃないです。はい。ふーん、どうでもよわ。本当に広いですね。広い。今日すごい広い。広い。4本分。すごいな。ちょっと。え、4本分あるよ。え、そう、私3本。そう。また岡さんと同じぐらいですかね。何の配信？仕事しようよ。はい。そうですよ。まだ何も発表してないですからね。あ、そうそうそう。はい。さっきコロナの話しましょう。あ、そうなんですね。どうぞ、いいですよ。はい、じゃあもう、レジナからどうぞ。あ、私からじゃあもう、これ、あれですよね。はい、一個ずつ説明しながらって先ほど言って。うん、言った通り、じゃあ、一つずつ、じゃあ、いきます。12月18日金曜日、7時から、新宿フェイス大会があるのですが、そこで、ネクストワンデートーナメントを開催いたします。そこで、参加選手に、あ、違うな。まず、1回戦が通常ルールプラス、好きなルールを選べるという、まあ、抽選によって選べるという、特殊な、トーナメントとなっております。そこで、事前に出場選手6名に、特別ルールを、なんていうんですかね、聞いて考えてもらって、本日発表させていただくことになっております。早速、まず1人目ひろたさんの方から、ルールの発表をしたいと思います。旧姓ひろたさくら選手が選んだ追加ルールはスローモーションルールです。出た、スローモーションか。スローモーションか、はい、一番ベタやな。でもなんか選ぶんだと思って一番ベタやな。そうですね、まあ、ベタな、ね、まあでもまあ、ザ・ウェーブなこうあのやつですね。そうですね、これ何分でとか、じゃあ曲は言ったからいい。もうそんな細かいことどうでもええがな。用意しなきゃいけない。当日、はい、10分1本勝負なのでね、短い時間の間にスローモーションが、しかも何回入るかもわからないってことですね。あ、そうだね、全部がスローモーションかもよ。あ、それもね、ひろたさんが細かく。それはそれで見てみたい。そうです、スローモーション何分っていうのは来てないので。ね、多分これ見てる人でプロレス見たことない人がいらっしゃると思うので、プロレスの基本のルールをまず言いましょうよ。と、基本ルール。はい。プロレスは、はい、肩つけて3秒経ったら負けるんです。ワン、ツー、スリー。カウントですね。はい。はい、で、あとは、反則は5秒以内ならいいんです。まあ、5カウントですよね。あ、5秒とかですね。5カウントね。レフェリーが数える5カウント以内です。はい。で、もうこの後っけ、ルール。あ、場外。リングから降りて場外っていうんですけど、リングから降りたら、場外カウントっていうのが始まります。で、これは、はい、普通はカウント20までなんですけど、今回のトーナメントはカウント10まで。はい。あとの負け、はい、あとはない、まあ、ノックダウン。あとギブアップとかですね。あ、そうですね、ギブアップ。関節技決められてギブアップとか。はい。とか、あとは、
ダウン、ノックダウン、あのボクシングみたいなやつのこうバーン殴られてクラッてなるやつ、あれもあり、はい、あと何、あとレフリーストップ、え、ああ、あとはレフリーストップとか、レフリーがもうこれダメだって止めちゃうやつ、すごいレフリーの忖度が多いそうです、だってほら、まあまあ、レフリーストップってそれじゃないですか、まあ、落ちちゃったりとかする、レフリーが一番、レフリーが一番、はい、そうですね、レフリーが。で、あとは反則負け、あの、うん、止めても止めても反則をやるようなやつは負けます、はい、はい、そんな、何が反則かですよね、椅子で殴ったりとか、まあ、椅子とかその凶器、髪の毛を使用したり、はい、あとはきっかく噛む、このまあよくやります、そうですね、よくやるとか言うとあかんの、うん、ダメなんだかん、あの、はい、4秒までだったら、フォーカウントまでだったら OK なんで、うん、私の目つきなんかは1やで、うん、あれ本当にやばいですよ、コンタクトしてる人とか、うん、取れちゃうもんね、やったらね、コンタクトレンズついてきたことある、めっちゃ泣いてたその人ふーっと思ってでしょうね、かわいそう、かわいそう、それが普通の通常のプロレスルールです、はい、でそれにプラス、出場する選手が、なんか自分に有利なルールを考えていくのかな、そうですね、自分に有利なのか何なのかわからないですけど、はい、作戦があるか、はい、うん、作戦を考えてきたルールが、広田さくらは、スローモーション、はい、はい、スローモーションっていうのはですね、スローモーションで、ね、なんてスローモーションじゃない、スローモーションに動かなきゃいけないルールですよね、そうです、だからもう説明しようとしてることを言うな、はい、スローモーションはあの中森明菜さんの曲に合わせてゆっくりと動くことです、こう動きが遅くなると思っていただければはい、動きが遅くなると思って、はい、全員セコンドもゆっくりになります、あれ職業セコンドさんでしたっけそれ違うありましたね、そんなこと、プロレスラーで職業はセコンドさんです、はい、でそういう、あ、それが多分秒数は言ってなかったよね、そうですね、来てないのでまたそこもまたそれは詰めましょう、はい、はい、他の、ルールはスローモーション、はい、はい、そして宮崎ゆき選手の選んだ追加ルールはTLC マッチのルールとなっております、これまた説明が大変なじゃあ大川さんお願いします、説明してください、あ、わかんないですTLC 一緒なの、机、あれ机、そうです、テーブル、ラガー、チェアの TLC、 お前机の T ちゃうで、テーブルの T やで、まあ、机の T やもんね、それだったら机、日本語だから T… 机、椅子、はしごはしご、はしご、脚立ですね、みんながイメージできるのはさすが、さすが、千葉町の女、はい、その、3つが、自由に使える、そうです、思っていただければですかね、はい、はい、これは反則なしになるので、そうですね、使用許可が得られるというルールとなっております、え、これ宮崎、はい、これ宮崎さんです、はい、よかった、私なんか電流爆破とか有刺鉄線ボブワイヤーとか言われたらどうしようかなと思った、なんか蛍光灯とか本当に蛍光灯とかほんま、なんかそういうの来たらどうしようかなって、ちょっとホッとしました、はいはい、でそして次、ダッシュ梨紗子選手が選んだ追加ルールは、はい、ハードコアルールです、はい、私ここが説明、どうぞ、ハードコアと、え、うん、え、ハードコアと TLC、 うん、は違う、使用できるものが違うってことですね、ハードコア自体が、何でしたっけ、その刃物なんていうんですか、蛍光灯とか、そのなんていうんですか、刃物になる以外のものを使っていいのがハードコアルール、でその蛍光灯とかそのガラスとかそういうのを使うってなると、デスマッチになるっていうのを私は前にお聞きして、ハードコアなので、まあ、その TLC 以外でも使えるという、
ああ、何でも使えるんだ、じゃあ。台車以外だったら。ね、台車とか。ウェーブの、台車、そうですね、ウェーブのハードコアはもう、いろんなものが出てきましたからね。台車とか、もっと、ね、私、トランポリン出す。トランポリン、自転車とか。うちのハードコア、ね、トランポリン。頭おかしかったよね、なんか。そうですね。ゴルフボール出てくるもんね。そうですね、ゴルフボールとかいろいろありますけど、それも使って OK なのがハードコアルールとなっております。もうはい、はい、次、はい、次、さっき選手の選んだ追加ルールが、はい、アウトオブザリングルールとなっております。これがちょっと私、あの、難しいですけど、あの名前が思いつかんかったから私がアウトオブザリングにしてんけど、結局あのほらオーバーザトップロープってあるやん。はい、はい、オーバーザトップロープってトップロープの上から落ちたら負けやん、じゃなくて、はい、あらゆるところからリングの下に落ちたら負け、はい、あ、リングの下に落ちたら負け。だからあの人相撲が好きなんで土俵から出たら負けです。あ、なるほど、そこから来てたんですね。それをな、相撲ルールって言ったらな、ちょっと違うなと思ったから。まあ、確かに違いますね。だからアウトオブザリングにしといた。え、ちょっとかっこよく。トップだけでなく、セカンドからでもサードからでも、本当どこからでもリングから落ちてしまった場合も終わり。終わり。じゃあ、蹴落とした勝ち。蹴落としてもいい。蹴落としても、うん、なるほど。技じゃなくてもいいってことだ。そう、まあ、それは体力は消耗。まあ消耗しないかもしれない。落とせばいいってことですよね。あんたらどうせ意外と、いやいやん、意外と疲れそうですけどね、耐えるものって、うん、なるほど、これがアウトオブザリングルールですね。はい、ありがとうございます。はい、次が、門倉凛選手の選んだルールがフィニッシュ限定ルール、はい、でこのフィニッシュ限定が裏勘ラナーとなっております。え、やらない人どうするの。本当にそうだよね、やらない人もいるってことだもんね。やらない人でもやらなきゃいけないってことですね。やらんと裏勘じゃないと勝たれへんねん。今すぐにでもみんなやらない人は練習しなきゃですね。多分練習、うん、でもほとんどできるんちゃう。私できない人は絶対頭打ちますもん。だからあんたらのトーナメントにいや、もし参加者だった時の気持ちを自分が出た場合ってこと、はい、いや、だけど、うん、あんたらは出へんやろ。しかも、うん、あんたおでこ削れてんほんま、おでこ脳天から落ちる。あんたらの尺で裏缶入ったら大変やで。しかも門倉凛に入るわけですからね。そう脳天から。いや、宮崎とか、宮崎対門倉とかでこのルールやってほしいわ。ああ、面白いですね。いや、でもそしたら門倉乗られた瞬間に、まあなんか潰れちゃいそうな気がするんですけど。うん。っていうか、ゆきちゃんの、いやでも、ゆきちゃんの裏缶しばらく見てないね。無重力な人ですからね、でも。そう。裏カバやってましたけど、裏カバやってないですよ。裏カバやってる。あの子、裏カバ綺麗よ。コーナー。じゃあ、コーナーじゃない。裏カバ見たことない。コーナーはフランケン。フランケンは、うん、フランケンしか見たことない。フランケンもやった。最近見てないの。見てないですね。最近、受ける人がおらんのじゃ。最近だってフランケン、あ、門倉さんフランケンやってるね。ああ。そうですね。フランケンは、なだれのフランケンはありなんかな。どうしよう。いや、裏勘じゃないですか。裏勘なのとは違うので、フランケンは。そうですよ。だからダメですよ。なだれで裏勘ランナーやればいいんじゃないですか。いや、だってなだれの裏勘ランナーやん。フランケン。だって、裏勘ランナーは、ランナーはホールドするので、なだれでできるなら。あれはあれやで、裏勘ファミレスさんっていう人がやった技やで。フラカンラナ。ほんまは、ああじゃないねん。実は。あの後、何回も飛ぶ。ぴょこんぴょこんって。で、何回行く。一回こう、裏カン入るやん。こうホールドするやん。はい。ワン、ツー、キックアウトされる、はい。で、その後、もう一回飛んで、その場で、おー、へぇー。とか、そんなんやねん、ほんまは。はい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 。あ、ちょっとほら、知識が。トータなんで。面白い。そうなんですね。知らなかったです。ちなみに、なだれしフランケンしたら最初にやったのは、工藤めぐみさんです。そう、工藤さんとライガーさんが同時期ぐらいにやって、工藤さんの方が早かったの。ライガーさんだと思ってました。違う、そうやろ違うね。はい。
ライガーさんが、雪崩式フランケンしたいなって言ったから、雪崩式の。工藤さんは、それはちょっと。裏カンラナって言って、雪崩式の裏カンラナって言ってて。ほら、また、太田の知識が出てもた。これはちょっと、お得情報な。すごい、ちょっと、ありがとうございます。情報ですね。ライガーボムも本当は、ジャンボ堀さんなんですよ。ああ、はい。それは存じております。はい、ということで。はい、最後。最後、ガミ会長が推しに押しまくってる笹村彩芽選手の追加ルールが、やわらルールとなっております。柔道ってこと？そうですね。それをガミさんが名前を変えた感じですかね。それ一本取ったらみたいなことですよね。いや、知らん。聞いてない。え？どういうこと？一本、だって後ろ組取ったら終わったな。まあそうですね、後ろを切り取ったら終わりですね、綺麗に取ったら道着を切る、道着は切る、マッチ道着マッチ、道着は切る。だからルールはちょっと、あの子だって柔道のすごい子でしょ。そうですよね、経験者、うん、ってことは柔道やったことない、誰だ、やったことないの、まあ、やったことない人多いですよね。いやいやいや、笹村以外やったことないやろ、メンバー以外はやってないんじゃないですかね。うん、最近柔道家っておらんの？え、もし、あ、そっかそっか。いないです。私一応柔道家です。柔道家。一応。聞いてます？ね、聞いてます？聞いてるよ。話聞いてます。そんなポップに言う柔道家なかなかいないですよ。中学生としてやってないですけど。なんか払い腰なんでしょ、はい、一応ダボも。あ、いや、最近出してないです。うん、え、ダン持ってんの？黒帯なんじゃん、あんた。ダン、黒帯です、一応。はい。え、すごいやん。持ってます。だから柔道家だって言ってるじゃないですか。柔道家とかって、そういうノリじゃないでしょ、柔道って。野崎さんなんか空手家やってたってこと。野崎さんなんか空手家。やめてください。野崎さん。しかやってない。ほんまに。ウィキペディア開いたら。野崎の方の。あの、野崎のウィキペディア開いたら空手って書いてあるもん。はい、皆さん本当にそれはプロレスやるために空手教室通っただけで半年ぐらいしかやってないんですよ。もうぜひ皆さんのウィキペディア開いてみてください。そのうちあの直して、誰か直して、空手バレーボールって直してバレーボールは書いてない。バレーボール書いてないんですよ、6年間もやったのに。え、書いてないので、空手が選ばれてるの？そうなんですよ。頭がおかしいじゃないかって誰どこしようかそれ。すごいね。しかもなんかそんなレアなことを、あの空手とか半年しかやってないことをそこにその情報を仕入れたやつってすごいよね。いや本当に、まあでもまあ そうですね、そこに載せようと思った。道着なんかどっかなくしましたもん。へえ。持ってない。私そういうの一個もやってない。なんかやらずにプロレス入るよりはなんかやっといた方がいいなと思ってプロレスラーになるって決めて、あのすぐに空手教室近所の行きました。あ、マジか。全く今には生かされてませんが。あ、そうなんや。やりなよ、なんかやりなよ、技生かされてるやん、おしゃれキック。あ、おしゃれキック空手なんですかね。空手の技にはないです。分かんないけど。待って、投げ。しかもなんか空手だけじゃなくてなんか寝技とかも教えてもらってましたね。そういえば。空手に寝技なんかあったっけ？ないです、ないです。ないよね。なんか、まあ、プロレスやりたいって言ってたのでなんか教えてくれましたね。ねえ。あ、結構ね、はい、質問来てます。はい。あ、そうでした。全然忘れてました。あと10分で終わります。はい。ちょっと待ってくださいね。はい、行きます。見えるかな？はい。はい。お、あ、書いたんだ。素晴らしい。ちょっと、もう急ぎで手書きですが。ありがとうございます。あ、どこか消える。はい、OK です。
でもまあこれ全部が採用されるわけじゃないからね。トーナメントの1個さんと5を引いた人がなるから、ね、このうちの3つですね。はい、このトーナメント表の1、はい、3、5を当日引いた選手が、ルールが採用になります。はい、この間その トーナメント表をなんか野崎かなんかがあのツイッターかなんかに上げてくれたやん。はい、たらすごい下世話なやつが学プロじゃあるまいし手書きかよって書かれたの。あ、すいませんね、本当にあのこれは私が書いただけであの公式ではないってことはあの理解していただきたいです。はい、公式の表ではないのでこれは私が書いただけです。はい、はい、それはちゃんとあのやり直します。はい、変えます。はい、そんな感じですかね。はい、はい、質問いいですか。ヒロさん、はい、お願いします。質問です。美人社長、はい、男子レスラーと試合をするなら誰とやりたいですか。男子レスラーと試合、私はもし男子レスラー知らないっすよ。知らんもんな。わかんない。はい、知らないっす。たまにどっかで会うって挨拶されると、あの人レスラーなんだなっていう。ふん。ぐらいしか知らないっす。はい。わかりません。この間、安城さんに会いました？安城さん会いました。あの人レスラー知ってる？今もなう？引退はしてないよ。写真撮りました。いいなぁ。撮りました。あの人、娘さんは、まあ、私の。あの人、あれですか、北海道のヤマケンさんいるじゃないですか。ヤマケン。はい。あの人とずっと組んではった。私は会ったこと。ヤマケンさんあるよ、会ったこと。そう。そうです。あ、ちなみに、野崎さんは誰と会った、はい、なんかいないですイメージできないんですよね。なんか私すごい見に行くのもすごい好きなのでよくいろんな会場とか見に行かせていただいてるんですけど、なんか見るときはプオタなのであんまりなんかそのこの選手と試合っていうイメージをしたことがないですね。男子やったことあるよね。男子選手とあります、あります。あ、そう。ないの？パッと出てこないですね。意外。あ、そう。まあ私はもうやり尽くしたんでもういいです。あ、すごい。私は最後の最後にあの秋山さんと当たれたんでもういいです。はい、もう一個いきます。はい、12月1日のウェーブのリングには大岡さんの魂が乗り移った小宮山さんが奮闘していましたが、その日大岡さんは YouTube の、はい、コメント以外に何をしていたのか、よかったら教えてください。ですね、お仕事してましたよ。パソコン仕事。暇かなと思ったら全然暇じゃなくて忙しかったです。いろいろと。そうですね、いろいろ忙しかったですね、はい、ね、はい、それ忙しかったです。本当にいろんな事件も起きましたしね。はい、忙しかったです。結構私忙しかったです。はい、小倉さんでした。はい、はい、トーナメント、ヒロさんからです。またトーナメントに使われなかったのは、はい、年内の試合で使われますか。いや、もう年内だって試合ないですよね。あと27しか。それってあの1月1日のあの祭りみたいな時になんか全部ごっちゃまででやりたい。あ、そうですね。全部ですか。いや、分かれん。てんこ盛りなの。うん。あ、困る。赤かった。でも最後。もうそろそろ終わっちゃうじゃないですか。じゃあ最後に1個だけ。皆さんに質問です、はい。今まで経験した中で一番ゲーだと思った試合のルールを教えてください。はい、ああ。私あれです、宮崎さんと名古屋のスポルティーバで試合したときに、なんか最初3カウントルールで何分かで2カウントになって最後1カウントやったっていうのが、1カウントのそのタイミングがよく分からず、最終的にデスバレーで負けてしまったんですけど、
なんか怖かったです。やっぱ体に染み付いてるのは、まあ、2カウントルールとかって本当大変ですけど、体に染み付いてるのは3カウントで、まあ それ、うん、その中で返せばいいが2カウントになるだけでもうやっぱリズムが変わるじゃないですか、うんうん、やっぱそういうルールは私結構苦手だなっていうのを思います、はい、私も苦手、うんうん、まあ、2カウントとか1カウントになってもすぐ返さなきゃと思う怖くなるもんね、はい、あ、待って、最初からこのルールって決まってればいいんですけど時間経過で変わっていくっていうのがあまたすごいドキドキしましたね。うーん、はい、私なんやろ変なルール、はい、私はお仕置き全部お仕置きルールだったやん。ナンバージャックお仕置きルール、うーん、あれで、はい、落ちてみんなでこうバットで殴らなあかんのに渋谷だけが私を蹴ってたっていうのを発見して日頃のね、日頃のこう恨みがねみんなで殴ってればわかんねえだろみたいな、そうそうそう、なんか知らんけどなんかバットじゃないものが来たの渋谷やってた。後で映像で解析して、な、渋谷に豚に来るバレるのにありました、すみません、はい、あと2分ぐらいですね、はい、ない、なんだろう、ウェーブのルールが全ておかしいなっていう、どうなんや、他はじゃあ元も子もないことどうもルールとか本当入った、確かにハイスピード何でしたっけ、スローモーションの次にワイルドスピード、ワイルドスピード超疲れる、あれは疲れる、疲れる、超疲れる、まあ、ルールの話はもういいですか、あと1分なんです、はい、ね、もう終わります、はい、終わりましょう、はい、はい、リモートは今週で1分終わりです、はい、いやちょっと 来週またあの、はい、コロナがめっちゃ増えたら分かりませんけど、あの一応今週でリモートは終わりです、はい、で来週の18日が、新宿フェイスで19時から試合があります、ぜひ皆さん見てください、はい、大変なルールがいっぱいです、ね、私の試合もあるよ、はい、大川さんと野崎も出場予定です、あ、失礼します、失礼します、お前はちゃんと、はい、はい、あの後ろで流れてるのは、はい、キリさんで風のタイルという曲で、この曲を持ちまして終わりたいと思います、はい、なんか、はい、ことある、あと今年は12月27日の後楽園大会が日曜日の夜で、はい、珍しくね、日曜日の夜なんで、はい、はい、リングじゃ、はい、年内最終戦ですね、はい、の気配終わりました、あ、ありがとうございます、はい、年内最終戦が27なんですけど1月1日にすぐに始まります、はい、はい、本当に年末が忙しいね、あ、私27からこっちに向かいます、なんて、なんて、27の後楽園ホールからコスチュームが変わります、おぉ、いらん情報やったね、タックの、試合なのにタック用じゃないっていうところがね、いらん情報をあの電波途切れ途切れで喋るのやめてくださいすごい途切れますね、すっごい途切れるよね、大岡の、はい、私のじゃないですよ、じゃああんたのやで、うん、あんたやで、大川さんだけ途切れてます、うん、マジって、え、近見さんと途切れてますよ、いや、じゃあ、あんたが途切れてるから、もう50分が途切れてやねんもうちょっと途切れてる話で終わっちゃう、本当に、終わります、終わりましたね、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました、煮え切らない木曜日、投げっぱなし、ありがとうございました、これがラジオウェーブだ、はい、また来週、さよなら、ありがとうございました、ありがとうございました、まだあったやん、まだじゃん、50分ですけど、え、50分ですね、うん。